はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウイニングポスト9、2020続きやっていきましょう。10月の1週間と、ナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。今週はですね、レッドファルクスとサウンドキーですね。サウンドキーは海外2戦目かな。あとブラッキーか。のデビューと。これ自家製産の、まあ、大物なんですが、まあ、期待してます。この2頭は。はい、それじゃあ、行きましょう。サウンドキーが出走。まあちょっと苦しいかな。ああ、厳しいね。さあ、ブラッキー。どうですかね。まあここは勝ちますよね。さあ、直線に入りました。これからの勝負。リエノテソーロ、先頭。残り 200m、リエノテソーロ、後続を大きく引き離した。大丈夫？後ろはどうだ？2番手はブラッキー。はい、届かずと。リエノテソーロ、1着。2着にはどうやらブラッキー。2着です。見事に勝ちました。リエノテソーロ。2着ね。ブラッキー、まあ、どうかな、これ。まあ、でもいいスピード持ってると思うんですけどね。あ、そうか。まあ、ちょっと確認しましょうか。まあ、ブラックキャビアもそんな感じですからね。さあ、レッドファルクスがスプリンターズステークス出走。まあ、1200は大丈夫やろ。まあ、これネクストでいいでしょ。勝ちました。まあそう、メンバーもね、変わってるわけじゃないですね。何回も戦ったのしかいないですしね。はい、勝ちです。さあ、限界突破が出走と。うん、まだあとでかいところ、狙えるかな？狙えると嬉しい。狙いたい。ブラムと。あとは最速再び。よし、来た。最速再び来た。足毛のアイドルホース、レッドファルクス。ああ、オッケー。ああ、なんだかんださ、G1、ただもう5個取ってますね。活躍してるじゃないですか、レッドファルクス。いい感じに。で、ここはもうネクストでいいか。はい。まあ、どんどんね、進めていきましょう。さあ、限界突破。ここは2番人気か。海外3戦目ですね。そろそろ勝ちたいね、でも。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。わあ、ちょっと苦しい。先頭は依然としてイッティズウェル、ブロークンペルセポリス、先頭。悪くないんすけどね。ペルセポリス、大激戦のゴール前、これは写真判定です。ちょっとなんか足りない気しますね。Bプラ、スピード B プラか、これ。ゴールの瞬間もう一度 VTR。 A プラないか、これ。さあ、最速再び来ました。その下にマカヒキもいます。この年取ってるのはファウンドですね。4番人気のが取ってます。ただ有名どころはかなり揃ってると。うん、まあレースでしょ。ここはやれることはやりました。2400走れます。はい、行きましょう。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、ハイランドリード前に行きそうです。キングストンヒル、それに続いています。さらにはエクトー、 G1 4勝ファウンド、その後ろ、その外からハニーブラウン。ファウンドやっぱ G1 4勝してるんですね。キャリオンボール、そらそうか。セブンスヘブン、この馬もこのグループ。すぐ隣にビッグブルーキトゥン、内からはヨハネスフェルメール、その隣にシューティングイステリア、その外にマインディング。有名なの揃ってますね。アイバンフォー、マカヒキ、そのうちに続いています。最速再び、後ろから、その外にオーダーオブセント。まあ大体後ろからですからね。フェイクトグレット問題ないです。鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一気に先頭に立ちました。7番ハイランドリール、さらにはキングストンヒル、並んで10番エクトー、少し離れてヤリオンボール。キングストンヒルあたりもちょっと怖いよね。
その外にハニープラウドウィングス、内からはファウンド、その外にセブンスヘブン、並んで16番ビッグブルーキトゥン、アイバンホー、すぐ後ろ並んで5番ヨハネスフェルメール。いやー、さあ先頭は来てます。 G15 勝ハイランドリール、ここで先頭が入れ替わりました。大丈夫、来る、こっからギアチェンいける。うわ、どうなんすかね。いや、悪くねえけどな、悪くねえけど取れんかこれ。くっそ、マジキングストンヒル、うーわマジかこれ。いや、キングストンヒルも結構強いですよね。キングストンヒル来たなこれで、ファウンド2着か。いや、いいレースでしたね。ただこれは取れたな。 OK、 まあ行きましょう。次はブラームだね。はい、まあちょっとここはネクストで。よし、勝ちましたね。ブラームと強いですね。いや、惜しかったっすね。キングストンヒルか、結構強いんですよねキングストンヒル。特になんかこのウィッポで強い気しますね。強いよね。そうか。いやー、でも楽しいね。最速再び。どうですか、ヨーロッパ。まあ、しっかり走れてますよね。ただ今年で引退ですかね。もう一年は厳しいよね。次の凱旋門行きたいんですけどね。よし、まあ行きましょう。 OK かな。ここはネクスト、違う、ブラムト。ブラムトがもうこれ海外なんですよ。海外行った方がいいので、まあ練習っすね。まずはもう一戦行こう。はい、とりあえずこんな感じでいきます。で、この後休んでかな。はい、まあその後がっつり休んでもいいっすね。はい、その後まあがっつり休んでも OK と。違う、3周くらいにしとこう。ちょっとこれでまた考えます。ブラックキー OK。 じゃあネクストで。さあ、限界突破出走1番人気いけるかな。これいけそうやね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうだ、先頭こっから。さあ、限界突破伸びてきた、伸びてこい、限界突破グッとこい、勝て、よし、勝った勝った勝った。さあ、苦しいな。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ、最後まあグッと来たんすけどね、限界突破が。はい、やっと勝てましたね。やっぱりそうか、グッとくるか。予想通りしたね。はい、まあこれネクストで。そうか、ウィンクス負けたか。ウィンクス衰えきてるかもしれないですね。ちょっと怪しいな。連敗ですよね。ルドルフクラシック、そしてザリオクラシックか。限界突破ね。最初 A プラくらいかなと思ったんですけどね。その後の走りでね、もしかしたら B プラくらいかもしれないですねって話して。
ターフのスナイパー。座流クラシック、距離適正は大丈夫でしたね。はい、3200までいきます。限界突破が B プラスと、まあそうか、 B プラスか。うん、まあぼちぼち使っていきましょうかね、 B プラスということで。 B プラスね、悪くないんですけどね、 B プラスは。そうだね、このあとまあコツ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 か、いやもうちょい後でもいいっすかね。まあこの辺行きましょうか。はい、こんな感じでいきます。あとは OK かな。はい、ネクストで。さあ、ルドルフクラシック2番人気。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ルドルフクラシック先頭、差はほとんどありません。さあランガディア一気に来た。どうだ、先頭変わったランガディア、後続も横へ。良さそうっすよ。でも残り200m、先頭はこっから抜けてこい。ルドルフクラシックグッとこい。アドミラブル迫る、アドミラブル差し切った。ダメだ、アドミラブル一着、ルドルフクラシック勝ったのはアドミラブル、ランガディア敗れました。スピード怪しいっすからね。序盤なら B プラ嬉しいんですけどね、スピードね。 OK、 そう、馬は若いですから焦る必要ない。ザリオクラシック、これはね無理です。ケーキングテンタム、ドーベルの子か。まあネクストで、はい、頑張りましたね。さあ、いろいろいますよ。まず限界突破、そしてサウンド最速とルドルフダートが出走。ボッコータルマイに勝てますかね。はい、でワキヤクラシックとドーベル三冠か。投手使いたいね、ルドルフダートとドーベル三冠投手。まあ、育成にも回したいんですけどね、ここは投手ですかね。熱狂を導く、はい、北さんブラック、世界のマイル王、そしてモーリス。はい、OK、 ありがとう、いつも予想いつもありがとう。ドーベル3回ね。いや、通して。もう一つか。使おう。負けたくない。使います。そして、ルドルフダートか。はい、これでいきましょうか。じゃあネクスト。さあ、まずは限界突破ダイジェストで。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 日本スピード B プラだったんですけどね、ヒンバのまあダートならあのぼちぼちねやれると思います。あー、負けたね、惜しい。まあちょこちょこ勝てると思うんですけどね。まあアメリカンギャルにも勝ってますし、まあ、ぼちぼちやれると思います。これね、カリフォルニアクローム無理なんですよね、勝てないんですよ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ来い。 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。こっからグッとね来てほしいですけどね、来ないんすよ。1着にはどうやらクリエイター、勝った
はい、まあいいです。カリフォルニアクローム見事な勝利です。さあ OK、 まあ投資大事やね。ルドルフだとホッコタルマですね。勝てるかな。4コーナーカーブから直線コース、能力的には勝ってるはず。先頭内からぐんぐんとホッコタルマへ、先頭あと 200m ホッコタルマへ、このまま振り切れるか。あ、厳しいか。ルドルフダートホッコタルマへ、この馬で決まりか。強いね。タルマへ、ホッコタルマへ一着。はい、やっぱ強いっす。ホッコタルマへ、まあ無双やね。中央の馬が強かった。勝ったのはホッコタルマへ。まあダートでおすすめですからね、ホッコタルマエは。金の殿堂はもう確定してますからね。もうほぼほぼ硬いですからね。脇屋クラシック、これ練習いけるんじゃない。脇屋クラシックいいよ、なかなかやれるよ。ドーベル三冠一番人気、モーリス、イテキタサンブラックと、あとはエーシン光か。まあダイジェストで、ね、さあいいメンツが揃ってる。北サンブラック先頭、2番手以下も差がなく続く。やはり最後はこの三強だ。来たぞ。ただちょっと苦しい感じじゃないこれ。そしてモーリス、2番手はドーベル三冠モーリス、デバルモーリス、届かずと。モーリス1着、2着にはどうやらドーベル三冠ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはモーリス。負けたか、ドーベル三冠負けましたね。全盛期のパワーもなさそうやね。でもね、まあジャパンカップ、まあとりあえず有馬も使います。プラス100なんですけどね。ダートクラシック、騎手は変えたいですね。ブラムと、そしてウィンクス。ウィンクスがね、これも引退じゃないですか、ウィンクス。まあ一応ここは使います。はい、成長こんな感じになりました。恐ろしいですね。恐ろしいわこれ。ただもう衰えが来てます、ウィンクスは。ジャパンカップ最速再び、最速再びか。あ、これでいいですね。ザリオクラシック有馬行く無理やろって。ちょっと休み出して、これもう引退でいいんですけどね、ザリオクラシックは。ルドルフクラシック、脇屋クラシックか。あと、今のところ完璧ですね。1900から3200、1900か。もうちょいこの辺も行こうかな。はい、でダートクラシックの騎手を変えたいですね。これ使いづらいと思うんですよね、ダートのクラシックは。スピードもね微妙でしたよねこれね。さあどうしようかな。よし、じゃあネクスト行きましょう。さあブラムトが出走、海外は初ですね。まあ、まずは練習やね。さあウィンクス、これ飛ばします。おお勝った、まだいけるウィンクス。ブラムト海外2戦目、そしてサウンドキー、サウンドキーか。はい、あとはワッキャクラシック。あーマジか、残念。ワッキャクラシック
ック。じゃあ、あとはね、どこ登録しようかな。1900からですからね。1900から3200か。いいんじゃない？ザリオクラシックとぶつけとこうよ。よし。一周休んで。じゃあ、これでいきます。はい、ネクスト。さあ、ブラムと、ここはいけるか。いや、厳しいか。はい、そしてサウンドキー。レイデオロか。そうか、そうか。ソルスターリング。どうでしょうね。これ勝ったら期待できますよね、サウンドキー。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。ソーグリッタリング、先頭。しかし、後続のアシードもなかなかいい。残り200メートル。サウンドキー、まあ、ぼちぼち来てるんですが、やっぱレイデオロは辛いと。先頭はレイデオロ、1着でゴール。レイデオロ、1着、2着はサウンドキー、レイデオロ、見事な勝利です。うん、まあ、強いですね。はい。そうか。まあまあ、この 1,2,3 でしたね、やっぱね。よし、まあ OK。 さあ、3周はブラックキーですね。はい、まあここは大丈夫だと思います、さすがに。レッドファルクスが出走と。いけますかね。まあぼちぼちやれるか。ここ勝てば G1 6勝目。連覇なるか。足毛の怪物になった、レッドファルクス。よし、まあ OK かな。3周大丈夫やね。ブラムと、休み出してる。あ、で、サウンドキーか。まあ、瞬発 A プラいいですね。ここちょっと2周出して。はい、これでいきましょう。ネクストで。さあ、ここはもちろんね、一番人気。はい、一応確認します。4コーナーをカーブして、はい、さすがにね、勝ちました。先頭、残り200メートル。先頭はブラックキー。いや、結構期待してるんですよ、これ、ブラックキー。この手応えはどうか。ブラックキー、差を広げる。ブラックキー、1着。ブラックキー、1着。2着は。いや、ガツンつってくれてもいいよ。ガツンと。ブラックキー。なかなかですね、とか言われたらもう引退ですよね。教えてくれ、スピード。グッとくる感じか。まあこれいいですか。はい、飛ばします。よし、勝ちました。ドーベル3冠、ドーベル3冠騎手。そうか。はい、あとはルドルフクラシックですね。さあ、ジャパンカップ行くぞ。熱狂を導く北サンブラック。ここは勝ちたいね。成長してね、2400走れるようになったんですよ。はい、なったみたいです。ここは使おうか。ある。はい、使います。もう一つ一応使っとこうか。はい、使います。よし、頼むぞ。本当は機種変えたいけどね。つうかさ、
なんでこれ吉田豊騎手じゃなかったんですかね。まあいいか、いいか、じゃあそのまま行くか。いや、やっぱ変えよう、俺変えるわ。逆にっつうかさ、ちょっと福永ジョッキーでいこうか。はい、いきましょう。限界突破 OK やね。よし、あとは大丈夫ですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃねえわ、大物鈴鹿、はい、使います。使っとこう。それじゃネクストで。さあ土曜日のレース、日曜日のレース、ルドルフクラシックが出走の一番人気、いける、はい、勝ちました。一番人気ですね。ちょっとこれレースで行きたいなと思います。有馬はね、プラス100なんですよ、距離適正が。多分厳しいと思うので。今年も東京競馬場の芝、まあ、これが引退レースみたいなもんですね。世界の一流馬が集結しました。一応有馬出そうとは思ってるんですが、ぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠の中山ナイト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。マカヒキ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマカヒキ行きました。続いて前へ行くのはビスラボニータ、さらには北サンブラック、8番ドーベルサンカップ、その後ろ、その外にナイトフラワー、緑の帽子アルバート、その後ろイラプト、この馬もこのグループ、これに続いて中山ナイト、ジョーンズホッパー、そのうちに続いています。その外から里のダイヤモンド、並んで13番里のラーゼン、これに続くのがラストインパクト、その隣に鈴鹿デビアス、その横にイキートス、すぐ隣にフェイムゲーム、内からはディーマジェスティ、その後ろにワン&オンリー、しんがりから当選スターダム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。16番イラプト、その後ろに北サンブラック、その外にイスラボニータ、マカヒキ、それに続きます。一番人気のドーベルサンカ、現在先頭です。はい、ドーベルサンカいます。栗色の馬体、ナイトフラワー、その外に、さあここちょっときっちり勝ちたいですね。この辺りで各馬大欅焼の向こう側を通過。さあ先頭はまだ16番イラプト、北サンブラック、ほとんど差がありません。イスラボニータ、さあ来いよ、ドーベルサンカ、どうだ。いくらで先頭は北サンブラック、突き放しにかかります。さあ北サンブラック強い、ただドーベルサンカも来てると。まだ後ろちょっと厳しいか、北サンブラック、ちょっと厳しい、先頭残り 200m、 厳しいわ。まだ後ろ2番手はドーベルサンカ、後続は大きく離れた北サンブラック。さあここは、ここはじゃねえ、ここもライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。ここも負けたか。この一戦を制したのは北サンブラック。引退しましょう。はい、まあ、引退しましょうか。まあ、今年でも引退なんですが、有馬行きません。はい、引退前に一つね、おタフネス、オッケー、特製ゲット。いやもうレースないんすよ。ダートステイヤー、これ問題児です。まだデビューしてないですけどね、これ問題児です。このダートステイヤーは、ダートでステイヤーってどこ走るっちゅん。サウンド最速、そしてブラックキー、あとはルドルフダートか。うん、ちょっとこれ厳しいんですよね。アロゲートか、頑張ってほしいですけどね。はい、チャンピオンズカップ行こう。ルドルフダート、でドーベル三冠はね、もう出走はしないです、これは。はい、
で、じゃあ有馬ね、誰持ってくって話なんですが、有馬はさ、あのウィンクス行きます。ウィンクス引退しようと思ってるんですよ、ここで。で、まあ絆使って、まあ有馬ギリギリ走れるんですが、走ってまあ引退って感じですかね。ダートステイヤー、まだちょっとこの辺は決めておきます。このダートステイヤーとダートクラシック、これ超ものなんですが、これはあの厳しいと思います。この2頭は距離適正が厳しいわ。まあ下どこから走れるかなんですけどね。スピードもね、そんな印良くなかったよね。ブラックキー1500から1700、そうか。でスピードが B、 はい、ということで、今回ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。